はい、皆さんこんにちは、西宮市なんですけれどね、こちらの方にも、まだ散策でね訪れております。珍しいな、歩車分離式でここ赤信号、誰か渡んの？坂道発進、向こう側です。昔時代劇でね、こういう松ね、こういう時代劇のセット昔はやってたという話ですね。はい、向こう側大橋西詰国道2号線に当たりますね。まっすぐに行くとね、やがては宝塚方面の方、阪神競馬場6キロ先と書いてますね、あそこ。かて、ここ2号線をね、左折しますと、すぐですよ。すぐ、50メートル先、西宮市に入りますね。西宮市ね、ここね、タイトル忘れた。タイトル忘れた。NHK の連ドラでやっておりました。ここをね、向こう側女子大学のね、ある、場所なんですけども、ここをね、NHK の連ドラで、タイトルなんだった？私見てないからね、あんな。NHK の方はね、ここね、西宮市戸崎町にございますね。ここの向こう側、これ、見たらわかるようにですね。今ね、向かうところですね。教会ですね。教会線の教会じゃなくて、宗教の方のね、教会です。教会は教会でも、カトリック宿川教会ですね。まあ、向かっておる理由がですね、まあ、個人的に嫌なことがね、ちょっとね、気持ち、どんよりしてたんで、まあ仏教派なんですけれども、まあ行ってみないとわからないんですけれどもね、まあ少しでも自分の気持ちが落ち着くのであればね、それに越したことはないので、 はい、宿川カトリック教会、あ、看板の言い方とまた違いますね。ここですね、宿川カトリック教会。ああ、いい建物やね、これ。ゴシック調っていうのか。はい、一旦カメラをね、チェンジしますね。